こんにちは。アマゾンエスサポーター、堀秀夫です。今日は思い込みで間違えるということでね。まあ、人は情報を正しく理解することが苦手です。えー、まあ、その実例を一つご紹介して、まあ、じゃあそれがアマゾンエスのサポートにどう関係あるのかお話したいと思います。まずね、クレジットカードの、えー、情報を書いてて、まあ、えー すごいいいと言われているアメックスのカードあんま良くねえじゃんというのでね、えー、まあホテル無料で泊まるとかアップグレードがあるんですけどまあそれならこのリーディングホテルというところのね会員になればまあ会費もアメックスより全然安いしまあ審査もなしに入りたいって言えば入れるんで便利ですよという動画を書きましたそしたらねその動画にクレームっぽい、えー コメントがついて、リーディングホテルのホームページ見ましたけど、買いになってもアップグレ,アップグレードは年1回だけだそうです。年50万円使えば上級会になって年5回アップグレードされると。ね、まあそんな、そんなんじゃ使えないじゃんみたいなコメントですけど、これね、アップグレードに別に回数制限ないんですね。到着時に優先的にアップグレード。ね、空いてる部屋があればアップグレードしますよ。まあこれは当たり前ですよね。あの 事前にアップグレードっていうのが逆に珍しいことなんで、わざわざこれ事前にアップグレード、ね、予約した時にアップグレードできるというのがね、ありますよっていうのを書いてあります。年1回とか年5回、ね。ただこれを書いたことによっても、こっちに目が減っちゃってね、えー、え、到着前の客室アップグレード、到着前っていうのはこれ完全にコメント書いた人見落としてますね。えー、アップグレード年1回しか受けらんねえのかよと。 え年5回え ?5000 ドル以上使うと年5回と、ね。すごい、全然アップグレードないじゃんという形なんですけど、まあ、ホテル内特典、到着時アップグレード。通常ねえ、言ってるアップグレードってのはこのことなんで、別に回数制限はなく、空いてる部屋があればアップグレードし,してくれると。 またやまいですよね。空いてる部屋がないのに、下のクラスの人にアップグレードさせちゃってどうするんだって感じなんですけど、まあ、逆にこれどうするんだってアップグレードもね、事前にね、1回とか5回つけてくれてるっていうのは、まあすごいお得かなと思います。うん、まあまあこの、この会員制度をね、特に、えー、なんか募集すると私にいいことがあるとか、もう劇的にいいから使えってことじゃないんですけど、 いいホテル泊まってみたいって人には、このね、リーディングホテル、リーディングクラブっていうのがね、えーまあ、パリ・リッツとかね、日本だと帝国ホテルとか、まあいいホテルが加盟してるんでいいかなと思って、まあ進めた記事です。まあもっといい、ね、何が言いたいかというと、こう、私の記事もね、こういう誤解があるってのは分かってるんで、極力イエスかノーか、ルかバツか、ね、あのそれで、えー、できるように作ってます。 ただ、それでも、なんかどっかで意味を取り違えたりね、えー、して、間違ったことをやっちゃう会員さんがいると。で、書いてある通り、ちゃんと手は動かしてる。まあ、手を動かしてるって方、商品買ってきて納品してる。だけど、なかなか売り上げが増えないとかね、えー、商品が探せないと言った場合は、その記事なり動画なりを誤解してる可能性が高いです。あの、簡単にできて、その通りやれば、売り上げも利益も増えてくって形になってるんで、まあ、 動画をもう一回見,見,見直すか、ね。ちなみに動画ってね、通常の理解力の人だと7回見ないと動画で言ってることがね、理解できないって言ってます。で、文書だとね、あの、さらに読み込まないと理解できないと。1回でなんとなく分かった気になっちゃうんですけど、まあ誤解してる場合が多々あると思います。逆にね、これでいいんですよねと。 確認してもらえば、まあ、たまになんか根本的に違ったことをやってる場合、あるいは重要なことを見落としてる場合、あるいは余計なことをやっちゃってる場合、それぞれありますんで、成果が出ない場合は、それね、あの指示を取り間違えてる可能性が高いんで、確認してください。これ言われた通りこういうことですよねって。それやってるのに、えー、うまくいきませんと言ってもらえばね、どっか間違えてる部分があるんで、それ修正しますんで、今回のね、この、まあ、ありがちな、 数字が入っている方がインパクト強くなっちゃうんでね、こっちに目がいかなくなる。ね、あまあまあ、ありがちだねと思ったんですけど、まあ、よくあるミス。あるいはね、もともと頭の中に入ってたのとね、私の情報をくっつけちゃうとかね、どっかで見た情報とくっつけちゃうとか、思い込みが消せないとか、いろいろありますけど。 何しろ物価の安い日本で買い物して物価の高いオーストラリアに送って儲かる商品が見つかんないとかね全然儲かんないってのがおかしいんでそれ指示を取り間違えてる可能性が高いです成果の出ない場合は何やってるかご報告あるいは相談してください以上アマゾン n 出サポーター堀秀夫でした